音楽を終わりますってマネージャーに言われて、おなるほど、うえーっつって、はい、で速攻純ちゃんに LINE して、はい、お聞いてるって言ったら全然聞いてない、全然知らないっすっつって、ね、はい、でそれでも僕らも割と晴天の霹靂感半端なかったんですけど、びっくりしましたよね。えまだつ、むしろあ来年の3月までスケジュール抑えられてたから、まあ一応ね水曜日そういう感じでしたよね。そう、はい、なんでなんだろうって言って、うん、で宇和島のロケでもね言いましたけども、うん、はい、ここで終わる理由みたいなのを、あ、知りたいですか、ね、知りたいなと思うんですけど、あ、じゃあ僕言いましょうか、はい、僕知ってるんで、あ、何ですか、あの、悪い理由なんですけど、はい、あのプロデューサーの方が、はい、その頭悪いって言ってた、頭の悪いプロデューサーいるじゃないですか、はいはい、ドワンゴに異常なほど嫌われてまして、はい、これマジなんですけど、マジで異常なほどドワンゴに嫌われてまして、ちょっとそれで、終わりますそれ以上でもそれ以下でもないんですよ、ガチで。あの凄まじく、あんでね、これ僕が言ってると、うん、なんだよお前誰かかばってんだろ、まあね、ネタだろ、うん、みたいな風に言われると思うんで、僕そのプロデューサーを今日口説き落として、うん、ちょっと前に出てこいって言ったんで、え、来るの、呼んでもらっていいですか、あ、マジですか、ちょっとじゃあ来てください、長谷川さん、長谷川さん来てください、ちょっとせっかくなんで座ってくださいあ、この人が本当に来た、この人がマジで諸悪の根源というか、あのやりたい放題やっていた、あの音楽王のプロデューサーなんですよ、ですね、はい、長谷川さん、長谷川さん、今回ちょっとあの音楽を、あ、画面がね出ちゃうんだでこの人がマジで音楽を作った、じゃ音楽王を作ったんですよ、彼が音楽を作ったんです、本当にバナナマンの日村さんじゃないですよドワンゴの長谷川さんですそうです、はい、長谷川さん、なんでだからその僕の言ってること間違ってないですよね、間違ってないそんでね、おもろかったのが長谷川さんだって、うん、こんなに視聴率も良くてゲストも豪華になってって、そう、あの CD もリリースして、これからって時になんで番組終わるんですか、そんだけで終わんないでしょって言ったんですよね、うんうん、いやでもそれ以上にそれを帳消しにするぐらい僕嫌われててもうそんなこと帳消しにするぐらい嫌われてるらしいですからですよね、もうグーの音も出ないマジなんですよこれ、すごくないっすかそれを帳消しにするぐらい嫌われてるんですよね、そうですねマジっすよ、これで分かること一つありますね、はい、あの番組は数字が作ってんじゃなくて、うん、人と人確かに俺はそっちかなってそっちなんだなって思いましたね、でもおもろし、おもし、だからそんだけまあね、そんな、本当に悲しんでる方もいらっしゃるかもしれないので、まあ面白がりすぎるのも良くないかもしれないですけど、うん、でもこのプロデューサーさんがいなかったら僕らもこんなねコンプラ守らずに番組できなかったから、そうだから僕と僕の視聴者さんとかに配慮して、うん、なんかいろいろね、やりたい放題やってくれたんだなっていうふうに思いますよ、公式の中でも相当、うん、なんていう逸脱してたところもあったと思うので、だってぶっちゃけ、うん、多分今日も出て怒られると思うんですよ本当出ちゃいけない、怒られるでしょ多分、絶対に出るなってじゃこれマジなの、マジなのマジなのでもいいじゃないですか、まあまあまあ、でダメなの出ちゃいや最終回ね大丈夫です関係ない、毎回これなの大あの東京から離れちゃえば大丈夫なんでこれこのせいで終わるの、そう分かったでしょ、もうこのね、大この長谷川さんの大丈夫だからっていうのが積み重なった結果、そう、ニコ生クソ音楽を終わりました大丈夫じゃなくなりました大丈夫じゃなくなりましたついに大丈夫じゃなくなりました、うん、彼の大丈夫が大丈夫じゃなくなりましたんでまあでも悔いないですよ ね、僕はだから長谷川さんだからついてきたっていうところありますし、本当に、いや本当ですよ、僕楽しくやらせていただきました、ね、もうだから1年間の番組でしたけども、うん、ある意味で、いろいろと伝説を残せた番組になったんじゃないかなと、まあ、声を大にしていたんですけども、とてもいい番組だったんじゃないかな、はい、本当ですね、改めて長谷川さんありがとうございました、ありがとうございました、またどこかでまたどこかでありがとうございます、これ本当裏表もないんですよ、理由これなんですよ、嫌われたっていう、ね、嫌われて終わるってのでそんなこと言ったって多少ね援護してなかったんですけど、誰も僕一人なんですよ全員に嫌われてるんですよみたいな話で一人ぼっちらしいですよ、10月28日日曜日15時から池袋パルコ本館屋上にて、出演は大石正義、加藤純一ほか、うん、なんとなんと500名様を無料でご招待いたします、はい、まあ、もちろん飲食代はね、そう、あの皆さんこれそもそもなんですけども、うん、みんなでね、うん、その番組の打ち上げをやりたいね
っていうね。これで面白いのが、あのね、ニックス音楽王ってつけちゃうと、はい、ドワンゴに怒られるからってこういうタイトルになって、うん、うちのプロデューサーの長谷川さんが勝手にやるらしいです。バレたら怒られちゃうんで、みんなできるだけちょっと静かにしててもらっていいですか。これつまりなんですけども、はい、あのドワンゴのどの字も入ってないただのただの打ち上げで す, そうす、ね、ただでただの打ち上げ、そうですね、最後の爆弾、ね、みんなでやろうっていう話なので、はい、ちょっと、ね、はい、ただ一個だけ注意事項いいですか。なんすか。雨天中止です。そりゃそうだもん、だって個人でやってるから。もうそんなもう全部みんな来ないで。これ下にちっちゃく出てるでしょ。来んなよ。小雨結構、雨天中止。そりゃもうダメですよ。あのね、ただなので責任持ちません。そう、あと勝手にやるんで、そう、個人運営なので、あ、そうそうそう、全く責任持ちません。ま、そうなんで、もうね、ちょっと皆さんが責任取ってください。はい、で、はい、誰呼びたいとか、うん、もしあったらね、ツイッター、ホームページもろもろ送っていただけたらというふうに思いますけども、はい、なんせただのイベントなので、そうそう、ギャラも出ない。そうそう、もちろんさんをブッキングしなきゃいけないと、うん、まあ、僕と純ちゃんだけもいいですし、うん、他にもね、いろんな方々、ゆかりのある方にも来ていただけたらなというふうに思います。せっかくの打ち上げなんで ね、はい、というわけでぜひとも皆さん、今後のこの情報もね、見ていただけたらと思います。生放送もあるらしいですよ。その模様、その模様は生放送するの、まあ、ね、YouTube かなんかで。YouTube でやるの。それはニコ生だと怒られちゃうから。バカすぎるっしょ。バカすぎるっしょ。言ってましたよ。これ生放送どうするんですか。いやでもいいね、 YouTube でいいんじゃないですか。だからそういう、もうそうなんですよ。ちょっともう頭おかしいんですよ。ちょっとさ、うん、YouTube でやりましょう。俺それなんかさ、すごいね。だから僕は好きで一緒に仕事してたんですよ。本当に。もう本当にもういろいろ見習うわ。うん。すごい男なんですよ。心臓が強すぎるでしょ。強すぎる。気が狂ってるんですよ。ね。